今日はですね、球界全体の、まあ、若手ですねについて、ちょっと喋ろうかなというふうに思ってます。まあ最近の若手正直すごいっていうふうに思うんですよ、全体を見るとですよ。何がすごいかっていうと、1年目から本当の何だろう、戦力になる選手がすごく増えてきたっていうチームにとってね、最近で、まあ、昨年で言うと、まあ、一番は広島の森下ですね。まあ、まさか入ってきた時に、まあ、僕はあの彼の、 その大学時代の映像とか見たことあるんですけども、なんかここまでのピッチャーっていう風に感じなかったんですね、大学の映像では。でも入ってきてそのプロでのピッチングを見ると、もうほぼ完成されたピッチャーっていう感じがすごくして、まあ、ストレートも、まあストレートの質で、まあ、チェンジアップもいいですし、でコントロールもいいで、バッターとのその駆け引きもできる、で自分の中でストレートやいろんな変化球も強弱をつけれる。であと何が足りないかっていうふうに思うのは、まあ、やっぱりスタミナだけだと思うんですよ。これはまあ1年間戦うスタミナですね。これはねやっぱりやったことがないんで、その誰しもが、だから、まあ、まずそこを不安要素としてはそこだけだったんですけども、まあ少しだけ休んだんですね、去年の森下が1ヶ月ぐらいかな。だから今年は、まあ、さらにレベルアップした森下が見れると思いますね。だから前回、まあ、自分の開幕戦でもしっかり、勝ってましたし、6回無失点かな。すごかったですね。もうすごいですよ。で、あのかっこいい顔でしょ、顔ちっちゃいしさ俺の半分ぐらいしか見ないなっていういやでも男前ですよね。男前、スタイルもいいしね。あれはモテます。絶対モテるでしょね、そういうシーン、まあまあ、まあ、例えで言うとね。で、まあ、今年なんて、佐藤、阪神に入ったね、これは、まあ、とんでもない選手じゃないかなっていうふうに僕は感じて、まず、キャンプを見に行った時に、視察行った時にちょうど練習試合だったんですね、横浜戦、DeNA と。で1打席目入る時に、まずポジション守備について、守備から帰ってくるその何だろうな、容姿というかね、そういうものを見てると、もうなんかそれだけでもなんか、あ、この選手はなんかオーラがものすごく感じてる、僕はなんかねかっこいいんですよ、走る姿が。で帰ってきて1打席目入る時に、ネクストバッターのとこからずっとこの試合なんかもうほっといて佐藤だけ見てたんですね。そこで何をどういうことをしてるのかなっていうことを見てたんですね。そしたら、あ、まあ重い重りをバットにつけて、それを自分の形を確認しながら、であとは外してピッチャーとの出すタイミングを合わせながら、で、まあ、必要なことをやって、でそれもバタバタしないんですよ。ものすごいなんか自分のマイペースっていうものを持ってるなっていうふうに感じて、その時点で、打席に入り、まあ、前のバッターがアウトになりました。で自分が打席に入っていくんですけども、まあ、僕も記憶があるんですけど、入ったばっかりって、まあ、やっぱりほぼ先輩じゃないですか、周りが。だからどこかで気を使いながら、だからそそくさと入っていくっていうのがやっぱ多いんです。だから、まあ、早歩きみたいな、全くやらないんですから、もう自分のペース、自分のその歩くペースっていうのをまず崩さないで入っていって、で、まあね、打席、自分のバッターボックス足元をこう鳴らして、もうほんと自分の周りで1球目を迎えた姿を見て、あ、こいつは打つなっていうことは感じました。なかなかねそういうことができる、1年目からできる選手って本当に少なくてですね、彼にはそれを感じて、でまあもういろんなところでも佐藤は必ず打つっていうふうに僕は言ってるんですけど、まあそういう楽しみな選手、まあ1年目からその結果を出せる選手が増えてきましたね。そのまあいいところばっかり言うとそうなんですけども、そこの差がものすごいあるなっていう、結果を出せそうな選手と
この中間じゃなくて、なんかこの差が激しいなっていう感じがしますね。なんか違いってあるんですか？なんかそのさっきの佐藤選手だったら、まあ立ち振る舞いだったり、まあ、オーラっていうか、まあ、そういうのが見えるっていうか、うん、あったと思うんですけど、逆にそれがなんか結果を出せない選手というのは何かその選手と違うとかってあるんですかね？そうですね、違い、なんか明確に違う点はこことか、まあ、逆にちょっとしたことかもしれない、まあ、これはね、まあ、やっぱり性格っていうのもあるでしょう。あ、これが大きいのかな、性格っていうのはね。そのプロ野球をこう戦っていく上で必要な性格を持っている。だからまあみんな負けず嫌いは負けず嫌いだと思うんだけど、でもそれが突出してる。でじゃあそれがなぜできたかっていうことだと思うんですよね。でそこまで自分がそのやってきたことへの自信っていうのは彼たちは持ってるんだと思うんですよ。俺はもうこれだけやってきてこれは打てるみたいな。だから森下だったら自分はもうこれだけやってきてこういうふうにやれば抑えれるっていうものがほぼ持ってるんじゃないですか。でそのなかなか出せない選手っていうのはそういうやったつもりの人が多いんですよ。僕もそうだったんです、昔はね。やっぱりやったつもりです。でよく言葉でね、いい選手って僕はやってましたって言い切るんですよ。でもそこそこの選手って僕はやってたつもりなんですけどっていう言葉を出すんですね。だからその言葉一つにとっても違いが出てくるっていう。だから、あとはですね、やっぱりできる選手っていうのは人のせいにしないというか、なんだろうな、まあ、例えば自分がミスしました、もう自分なんですよ。でもなかなか結果の出せない、これはもう僕もそうだったんです昔は。やっぱり、傷の舐め合いというかね、いやあれはしょうがなかったよねとか、まあ、あれは、まあ、あんなとこ投げられたらしょうがないでしょみたいなっていうことを話しながらお互いに、慰め合うとかね。こうなるとねチーム力は上がっていかないんですよ。やっぱりじゃあなぜそうなったかっていうことを突き詰めていかないと。だ最近の選手っていうのはそこがちょっと多いかなっていう気がしますね、うん、はい。でまああとはやっぱり僕らが育った環境と今の若い選手が育った環境ってもう、ま、全然違う。もうこれはもう現実的に違うわけですから。まあ僕らの時ってね、まあ、上からこう押さえつけられて、やらされてた部分で、じゃあそこに対してそうさせないために自分はどう何をしなきゃいけないかっていうのを考えてやってましたから、もう言わさないようにするにはまあ、とにかく練習をして結果を残していけばもう言われないっていう。でも今の子ってそういうことを幼少期からあんまり経験してないわけですよね。だからそこの強さっていうのが足らない選手いるんですよ。強い選手は間違いなくいるんですけど、その割合が昔よりも少ないっていうことですね。今は高校も大学も社会人もやっぱり昔とは違うと思うね、間違いなく。これはいや昔がいいって言ってるわけじゃなくて、で今がダメって言ってるわけじゃなくて違うっていうだけで、だからその分そういう選手が、割合的に昔よりも、まあ、割合的に少ないっていう、あ、メンタル部分のところですよね。やっぱこれはねスポーツにおいてメンタルってものすごい大事だと思うんですよね。例えば、まあ、いくら体が強くてもメンタルの強さがないと絶対に途中でやめちゃうんですよ、ですよねと僕は思ってるんですね。だからまあ言葉で心技体ってあるじゃないですか、はい、あれを並べ替える人がいるんですね。大義心とか、僕は心技体での順番でいいんじゃないかなって思うタイプ。やっぱり気持ちが体を動かしていくっていう、でもある人に言わすと体が心を動かすっていう、だから体が元気じゃないと心が元気にならないっていうもので、大義で技術がないと、要するに体力と技術がないと心に余裕が持てないっていう、あだから大義心なんですよ、うん、ね、俺はね心技体だと思って、まあまあ心大義でもいいのかな、心大義、心大義だね。やっぱり動こうという心がまず最初にないと体って動いていかないっていうふうに思ってるから、だから心ですよ。で次に体で体が、心と体が強くなったら技術がつく。
人によってそれはいろんな意見があっていいと思うね、これは。でも俺は、一応27年間プロでやった中でやっぱりこう芯っていうのはやっぱ僕の中では最初に来てたんで、芯対技、まあ最終的に技術はあんまつかなかったんだよね、俺は。27年プロなかったらプロ入れないっすよね、27年そうだね、これね、芯技体って、まあ普通はね、こうやって、みんな芯技体って言いますけど、これ並べ替えるっていうのもね、まあ人それぞれ、僕はね、いいと思うんですよね、はい。そうですね、じゃあ、最近の若手で特筆、ちょっと注目してるっていうのはやっぱ先ほど名前挙げられた、森下選手と、佐藤選手。いや、でもね、いっぱいいるのよ、ほんといるの。俺今日忘れたよ俺ね、やっぱりね、このユニフォーム脱いでこの解説の仕事をし始めてもう5年、6年目ぐらいなのかな、かなりの人が入れ替わってるわけ、うん、だから名前と背番号と顔がなんか一致しなくなってきつつあるから、今年からね、あの選手名鑑ああいうのを見て、あれを持ってね、常に絶対にこう分からないことはないようにっていう、今必死に覚えてる最中なんですよ、みんなをね。選手名鑑あるあるで、だいたいね、身長は1センチから2センチ差を読んで体重は3キロ、2、3キロ、低く差を読むっていうね、これ、選手名鑑あるある。そうですね、だから175センチって、書いてあったら5ないんだ。俺は175なんだけど177って書いてたからウィキペディアも多分178ってなってましたよ。俺は大嘘だよ。まあ大嘘というか、まあ正直者なんだけど確かに178になってる。正直者なんだけど、そこはね、なんかちょっと大きく見せたい、大きく感じさせて、こうキュッとこう締まってるよね。太ってるのはちょっとどうかなっていう感じ。あ、そう、若手ね、若手まだ他にもいるんですよ、上から。日本ハム野村っていうサードね、で、下、楽天ですね、仙台早川で、上から降りてきたらロッテか、次はね、ロッテいるじゃないですか、安田とか藤原とか、山口とかね、楽しみな野手がいっぱいいるんですよ。ヤクルト、この奥川とかね、でジャイアンツも勝てない、いまいちいねえんだよな。あとは、西武だね、はい、タイガーね。で、まあ、ここに来てやっぱり高橋光成とか今井とかね、で、あと言ってないの横浜勝樹いるじゃん、牧とかね。そうね、あとじゃあ中日はまあいっぱいいるよ、ね、石川で今ね、売り出す中のちょこちょこいるんですよ、高松とか、滝野とか足の速い選手が、で阪神佐藤でしょ、で中野っていうね、51番オリックスはね、俺はね、山本でしょ、で田島、山岡で広島、これ新人でさ、栗林でしょ抑えで、ソフトバンクはさ、なんかドラフトっていうよりも育成ドラフトでとんでもないやつがいっぱい出てくるからさ、はい、なんみたいなっていうふうに、まあ若い、本当にね、今若い楽しみな選手がいっぱい出てきて、まあ見ててもそういう人を見るのはすごく面白いですね。そういう人を見るのはね、他はあまり面白くないと思う、結構あるんですけどそこは多いよ、はい。まあ、今日の話は、まあ、これをあたりで終わりにしようかなと思っております。これね、またもっともっと真面目な話と、まあ、ちょっと面白い話もこう入れながら皆さんに伝えたいと思います。今日はどうもありがとうございました。あ、チャンネル登録してくれって今僕のマネージャーが言ってますありがとうございました。